イルマとクララのピンチにアスモデウスが駆けつけた。燃えよアスモデウス、友達への思いを、会えなかった日々の寂しさを炎に託し、魂を熱く燃やせ。次回参りましたイルマくん、収穫祭の終わり、あれ、生徒への直接攻撃は失格ではなかったっけ？もしやアスモデウスは失格に？